皆さんこんにちは本日の「読みやチャンネル」を始めます本日はこのサーキットテスターを充電式に改造していきますこのサーキットテスターは普段私が使っているもので過去の動画に何度も登場していると思いますもうどこで買ったかも忘れてしまいましたがこのサーキットテスター私が使う分には十分なんですが1つだけ不満がありましたそれがここバッテリーケースの蓋を開けるとなんと使用している電池は 006p と言われる格型の 9V 電池です この手のサーキットテスターは 006P を使っているものが多いとは思うんですが、この電池結構高いんですよね。Amazon なんかで比較的安く購入できる場合もあるんですが、突然電池が切れてなくなったり、スイッチを切り忘れて電池がなくなってしまった時には、コンビニなんかで購入すると400円以上します。そこで今回このサーキットテスターを充電式に改造していきたいと思います。パーツを簡単に見てみると、まず主役となるリチウムイオンバッテリー、100mAh のものです。 ここまでの容量はいらないと思いますが、手持ちにこれがあったので使います。こちらは充電用のモジュールです。マイクロ USB で充電できるようになっています。充電電流が 1000mAh と大きくなっているので、後ほど調整します。そしてこちらが電圧調整可能な小圧型 DC-DC DC コンバーターです。リチウム電池の電圧は 3.7V 程度なので、この DC-DC DC コンバーターで 9V に変換します。電池ボックスの中をちょっと見てみましょう。 リチウム電池は十分に入るサイズです。余ったスペースにまずは充電モジュールを入れますが、ケースの脇に穴を開けて USB コネクタを外から接続できるようにこの辺りに取り付けます。反対側に DC-DC DC コンバーターをうまく詰め込めないかと思っています。DC-DC DC コンバーターにも USB コネクターが付いていますが、これが干渉しそうですね。使わないので後ほど外してしまいます。それでも全部入れるとこんな感じですかね。これはちょっとおまけですが、ケースを開けると中身はこんな感じになっていました。 結構シンプルな構造ですね。これが液晶パネルのハンダ付け。ここで IC チップらしきものがフリップチップで実装されているように見えますが、LCD ドライバーを内蔵したテスター用のチップでしょうかわかりませんが。改造に先立って DC-DC DC コンバーターについていた USB コネクタを取り外しておきます。まずは多めにハンダを流し込んで、熱伝導を良くしたら、ハンダ後手で加熱しつつピンセットでコネクタを浮かせます。端子のところにもハンダを流し込んで加熱すると、あら不思議。 外れましたね。あとは残ったハンダをハンダ吸い取り線で吸い取ったらこちらはご存知無水アルコールを綿棒に染み込ませてハンダ面に残ったフラックスを拭き取っておきますよーしきれいきれい。 ケースの加工はバッテリーケースの脇をハンダゴテでカットしてしまって、最終的にカッターナイフで削っていき、こんな感じの角穴を開けることができました。ケースの強度は落ちてしまいますが、まあこれくらいなら大丈夫そうです。バッテリーケースの蓋を取り付けるとこんな感じです。充電モジュールはこんな感じで取り付けて、USB コネクターをこの穴から出すようにします。 まあいいんじゃないでしょうかこちらは DC-DC DC コンバーターですが USB コネクタを取り外した場所にはポリイミドテープを貼って絶縁しておきますあとはこの充電モジュールは充電電圧が 1000mAh となっておりかなり大きいです確認のために電流を測ってみます USB の電流計をつないだのでこれで電流を測定しますコネクタを接続して電流計を見てみるとほぼほぼ1 a 流れてますね 企画通りです今回使用するリチウム電池の通常充電電流は 0.2C で2 0 0 m a ア、急速充電でも 0.5C で5 0 0 m a アということなので 1C にあたる1 0 0 0 m a ア充電は不安が残りますそこで充電電流の調整を行いますネットで調べたところ TP4056 の2ピンとグランドの間につながっている R3 が電流制御用抵抗のようです今は1 2 k オームが接続されておりデータシートを見ると充電電流1 0 0 0 m a アとなるようです 今回使用するリチウム電池で 0.2C 充電をするとすると 6kΩ の抵抗に変えてやると良さそうです。手持ちに 4.7kΩ しかなかったので R3 を 4.7kΩ に交換します。これで充電電流は若干多めの 255mA くらいとなりますが、急速充電電圧の半分程度なのでこれでもいいと思います。ということで抵抗 4.7kΩ に付け替えました。再度電流を測ってみます。電流は 0.22A となっていますね。 いい感じじゃないでしょうか。3つのモジュールを接続したのがこれですね。これでサーキットテスターのバッテリーケースの中に詰め込んでいきます。ちなみに安縮するとサイズ感はこんな感じ。006p と同じサイズくらいです。おっと詰め込む前に電圧を調整しておきます。今 13.46V になってますね。ここにあるトリマーを回すと電圧が調整できます。ぐぐぐーっと下げていき、 9V に調整しますこれでサーキットテスターの電源として使えるはずです念のために電源もつないでみますと電圧変動はないようですいよいよ詰め込みですサーキットテスターの電源ラインと接続しましたこの辺りに DC-DC DC コンバーターを押し込みますね充電モジューラーは DC-DC DC コンバーターと接続を切ってありますここを常に接続しておくと DC-DC DC コンバーターが常に動作しているのでバッテリーが消費していくと懸念してスイッチを取り付けることにしました スイッチは後ほど取り付けます。まあ、スイッチがバッテリーケースの中にあるのは使いづらいかもしれませんが、まあ、しょうがないですね。これらのパーツはみんな大好きホットボンドでケース内に固定していきます。ホットボンドは万能です。あと、補足ですが、ボード配線をハンダ付けしたところには、ショート防止のためにポリミドテープを貼って絶縁しています。DC-DC DC コンバーターから取り付けていきます。 この辺りでしょうか。この辺りにもホットボンドを流し込んでおきましょう。次に充電モジュールを取り付けようとしたら、グランドの配線の長さが足りなかったので、付け直します。やったー気を取り直して充電モジュールもホットボンドで貼り付け。ここにもホットボンドを流し込んで固定します。ここで電源スイッチもハンダ付けしておきましょう。電源スイッチもホットボンドで取り付け。何でもかんでもホットボンドで取り付けです。ケースの裏蓋も取り付けて、リチウム電池を押し込んで、蓋を閉めたら出来上がりです。USB コネクターのところはこんな感じですね。電源オン。 ちゃんと電源が入りました。 よし、壊してない。USB ケーブルを接続するとこんな感じ。中で LED が発光しているのも確認できます。充電が完了すると青くなるのも確認できます。それでは今回使用したモジュールについて説明しておきます。まずはリチウムイオンバッテリー。手持ちで持っていたものですが、006P とのサイズ感が近かったので使用しました。リチウムイオンバッテリーの方が厚みが8ミリほど薄かったので、そこに充電モジュールと DC-DC DC コンバーターを入れることができました。電流容量は 1000mAh となっていますが、006P アルカリ電池の電流 容量は 500mAh くらいということなのでもっと少ない電流容量でも大丈夫だと思います購入は Amazon からですが現在品切れのようですね価格はうろうぼいですが4個2000円くらいではなかったかと思いますこのサイズがギリギリですので代用品を探すのであればこれより小さいサイズを選べばいいと思います容量は半分くらいでも大丈夫だと思います次は充電モジュール DC4068A というリチウムバッテリーの充電用チップですね このチップを使った充電モジュールは Amazon でもよく見かけます。電源はマイクロ USB で接続します。最近は USB-C のものも出ているようなので、好みに合わせて選べばいいと思います。ただし、この充電モジュールは充電電流が1 0 0 0 m a アなので、小容量のリチウム電池を使う場合には調整が必要です。ここにある1 2 k オームの抵抗を変えることで充電電流を調整することができるようです。充電電流はこの式で計算できるようです。初期状態では R3 イコール1 2 k オームで、充電電流が1 0 0 0 m a アとなっています。 こちらも Amazon から購入でした。10個899円ですね。まあ10個も使いませんが。最後に DC-DC DC コンバーター。ーこのモジュールにはマイクロ USB 端子が付いていますが、今回は使用しなかったので取り外しています。ここにあるトリマーで出力電圧を調整します。今回は 006P に合わせて 9V に調整しています。サーキットテスターの電源と接続する前に必ず電圧を確認、調整しておきます。 電電圧圧調整前に接続してししててまままうと予期せず高ががかかってしまいサーーキットテスターを破損すする場合がありますこのモジュールも Amazon から購入しましたこれはマイクロ USB 端子が付いたものですが今回のような使い方の場合には使わないのでマイクロ USB 端子の付いていないこちらのモジュールでもいいと思います接続も説明しておきますリチウムイオンバッテリーを充電モジュールに接続充電モジュールと DC-DC DC コンバーターを接続最後にテスターの接続とまあこんな感じですかねということで本日の結論 バッテリー充電モジュール DC-DC DC コンバーターをうまく 006P の電池サイズに合わせることができた充電電流はバッテリーに合わせて調整する必要がある他にも 006P を使った機器に応用できそうところで電源安定性を考慮せずに改造してしまったが大丈夫だっただろうかそんなところですそれでは本日の動画はこれにて終了ですよろしかったら評価ご登録いただけるとありがたいですご視聴ありがとうございましたそれではさようなら